隠してたことというか、まあ、嘘ついてたことがあったんですけどね。嘘、うん、山毛にね。あ、俺に、うん、うん、恥ずかしくてさ、うん、僕は32歳にもうすぐなるんですけど、さ、もうちょっともうおっさんやもんな。うん、うん、すごい甘やかされて育ってきたんで。そうやな、あんましっかりしてない人間になっちゃって。知ってる知ってる。だから僕は親のせいだと思ってんすけど、うん、いやそんなことないよ。親と周りの環境と、いや全部自分で作っていってんねん、そんな。で、そのせいにすんなや。お金を借りちゃうんすよ、足りなくなった時に。借りるな。うん、親に電話してさ、うん、それ、これは知ってるでしょ。うん、で、ある時ちょっとまとまったお金を借りたくなっちゃって。借りたくなったんや。はい。必要になったんじゃなくて、うん、借りたくなったんや。そう。まとまったやつが。そう、30万円ぐらい欲しいなっつって。うん。で、さすがに電話だけで30万円はさ。いや、結構な額よ、なかなか。これ親に対しても失礼だし、うん。ちょっと負荷を与えないといけないと思って。何に？自分に。負荷？負荷を、うん。だから群馬なんですけど、実家が。東京から100キロぐらい離れてるんで、うん、これ100キロ歩いたら、うん、30万円借りていいだろうと、その資格をもらえるだろうと自分の中で思って。理屈もわからんけどな、歩いたから借りれるみたいな。でも本当に苦労して、うん、実は歩いたんですよ。ああ、それも歩いたな。うん。それは知ってる知ってる。で、30万円借りたよって言ったでしょ？いや、30万借りたっていうのを聞いては歩いた。でもほんまなんか歩いてなかったみたいな。うん、でも、最後、何日も分けて歩いたとかは聞いたよ。そう、80キロ地点で親に車で迎えに来てもらって。一旦迎えに来てもらって。で、家に帰って、お風呂入って布団で寝て、また80キロ地点まで車で送ってもらって、そっから20キロ歩いて、いやその歩くん手伝ってもらったらあかんよ親に借りんねんから。で本当に感動してみんな泣いちゃって、もうわけわからんねん、だから家族も。で30万円借りれたんだよっていうね。あ、それ聞いた聞いたよ俺。あ、実はね嘘でね、うん、30万じゃないんですよ。なんぼ？50万。借りすぎやって。いや、50借りたあかん、そんな。ああ、そう？いや、ポンって借りたあかんよ。ダメですかね。いや、あかんよ。あ、そう。いや、貸してくれる方も悪いっちゃ悪いっすよね。いや、そんな言うなよ、借りてんねん。手伝ってももらってんねん。迎えに来てもらって。泣いてもくれてんねんで、そんな変なことで。ありがたいっすよね、本当に。大事にせえよ、親。大事にしますよ。